今日はクリスマス。そうですね。クリスマスについて触れてなかったです。<laughs> クリスマスが終わると一気に年末モードに突入します。この年末年始、各地の温泉宿で過ごす方もいらっしゃると思いますが、今日は日本人が愛してやまない、日本人の魂とも言える、言えません温泉の魅力について考えます。魂なんですね。魂じゃない。魂ってどういう意味 <laughs> <laughs> あの、先月ですね。 外資系ホテルチェーンのヒルトンのウェブ CM が話題になっていたそうなんですよ。こう、温泉旅館のおかみさんがのアップから始まって、ご入浴は5時から11時までになります。ご夕食は6時にお部屋にお持ちいたしますので、必ず9時までに食べ終えてくださいませ。朝食は7時から10時まで、ラストオーダーは9時半、8時頃は大変混み合います。チェックアウトは朝10時、こちらがお部屋の鍵になります。っていう、こう、やつぎ早にね、いろんな注意事を 説明して、うん、そのおかみさんの態度にどん引きする、ちょっとカップル。若い若いカップル。うん、で、まだまだ続く説明に、せっかくの休みなのに、全くゆっくりできないときっていうナレーションが入って、この後カップルはヒルトングループの高級ホテルコンラットに瞬間移動して、夜景をゆっくり楽しむ二人に従業員が、ごゆっくりされるならディナーの時間ずらしますよと提案すると。 これね、自分たちを上げるのにどこかを下げるのは一番やっちゃいけないことだから、そういうね、ね意見がいっぱい出たん、ん出て炎上したんですね。ねで、この WebCM だったんですけれども、日本の旅館の良さがちゃんと描かれてないとか、こういった文化自体を軽視してる。で、旅館には旅館の、ホテルにはホテルの良さがある。いろんなこう意見があって、うん、まあ今公開停止になっているっていうことなんですよ。うん、僕もさっき見たけど、 まあ別にそんな公開停止にするほどの、うん、悪い、あのうん、まあ悪いっていう感じで。ああれでも燃えちゃう時代ですよね。よ確かにどっかを落として自分をあげるっていうのは良くないなとは思いつつも、あ、うん、の程度でね。ただ、あの、まあある種のステロタイプだよね。あの、温泉旅館って、こう確かに、こう、いわゆる普通の温泉旅館って、行くとご夕食は何時からにしますかとか、うん で、選べるところもあれば、もう6時ですよって決まってるところもあるし、っていうところは確かにステレオタイプとしてあるんだけれども、はい、でもあまりにもステレオタイプで、例えば僕なんかだから、その、なんていうのその CM、さっきあの西川さんに見せてもらったじゃないですか。見て思ったのは、じゃあ、その素泊まりにすればいいじゃんって思うもんね。素泊、はい、まりの温泉宿っていっぱいあるから。ええ、いわゆる杜氏宿ってやつそうすると、うん ご飯何食べるんですかご飯は、だから、周りに温泉街があるようなとこだったら、温泉街行って、別にだから温泉宿に行ったら、なんかこうね、こういわゆる解析的なものを食べるとかっていうわけじゃなくて、例えば僕最近草津行ったんだけど、草津みたいなとこだったら、もう街が昼夜にわってるわけですよ。それこそスナックからカラオケ屋まであるくらいだから、例えば今日はもうラーメン、餃子にラーメンでいいやと思えばそれでもいいし、焼肉屋もあるし、それだったらそれで夕食に食べればいいわけでしょ 温泉行ったら、うん、豆乳しゃぶしゃぶとか食べたいだったらそういうところに行けばいいんでそういうところに行け。なんで豆乳しゃぶしゃぶなんてかわかんない。<laughs> なんか出ますよね。<laughs> まあ豆乳。石の上で肉焼いたりとかして。ああ、まあそういうのもあるよね。そういうのを食べたかったらそういうの行けばいいし。 あと、僕結構好きなのは、あの、本当に素泊まりの杜氏宿なんかは、自炊できるような、こう、ちょっとした、こう、はいはい、キッチンがあったりとかするから、あま,ね、まあ、さすがに手の込んだものは作れないけれども、うん、なんかこう、ちょっと、こうね、お味噌汁くらい作って、お弁当持ってって食べたっていいし、そうすれば別にね、こんな何時からですよとか<う>何時から何がですよなんて言われなくたって、はい、チェックインしたらそれっきりみんなほっとかれるだけっていうようなところもあるので。温泉宿としてはありますもんね。どうですかこの、多分に2食で予約したらこういう説明はね、結構必ず受けることになるのかなと思う。うん 思うんんんですけど山田さんはあんまり気にならない、はい、気になってない,いうか、まあ、その時間はもう無ですよね。<laughs> いや多分この若いカップルがね、あの、ビデオには出てたから、はい、あの、私も初めて温泉自分で予約して、自分でまあ、行って 自分たちだけで行ったとき、親に連れられてとかじゃないときに、<laughs> そういう説明を受けると、おう、おう、とはなったんだけども、でもそういうものだって思ったら別に気にならないかなっていう。うん別にそこ、それが悪いから温泉ダメだとは全く思わないですよ。う、ねうん、例えばホテルなんかでは、おそらく、まああるかな、ホテルでもルームサービスあるけれども、その最近コロナもあった。 癖もあるんだけど、そのちょっと高級な温泉宿なんかに行くと、もう部屋食のところもあるよね。はいはい、だから部屋にも全部朝も夜もご飯を全部用意してくれて、そうするとね、その一人だったら一人だけで食えるし、うんうん、そのパートナーだったりとか誰か友達と行けば友達と食えるしっていうような食い方もあるし、いろんなところあるから本当にそれは選べば別にこう自分の その金銭的余裕とか、<laughs> はい、その雰囲気とか、その何、豆乳シャプシャプ食べたいとか、うん、石の上で焼き肉た、あの肉焼きたいとかだったらそういうところに行けばいいしっていう話だよね。あとよくこう、女湯と男湯のを入れ替わる時間とかあるじゃないですか。ん、あ,あ,あ,あるある。その説明も受けるし、忘れちゃうし、うん、一回聞いても。あ、だよね。あの万能とかもね。<laughs> ありますよね。成長 <laughs> されてるから。なんか貸切風呂みたいな時間によって家族風呂みたいなのがあって、うん、<laughs> 私、友人何名かと言ってて、その時たまたま、 男二人、私一人だったんですよ。うんで あの貸切風呂使いますか?」って聞かれて食い気味に「いや使いません」ってみんなで言ったんですけどそういうなんていうんですか,からいらぬコミュニケーションっていうか変な気まずい時間みたいなのもちょっとコミュニケーション過多なとこあるんでですすじゃないですか <laughs> まあそうだよねでもそれもさ向こう親切で言ってんだからね別に嫌がらせで言ってるわけじゃないわけだしさ結構リピート進めますそういう時はいいなって思った宿に何度も行くっていうのが一番ストレスなく行けるからなるほどだからもうご存知ですよねってなるってことですか男女がお風呂が 入れ替わるっていうのも、ね、僕見てて最近本当に思うんだけど、あのね、この古い宿なんかは明らかに、あのね、例えば二つ、あの、露天風呂があるとするじゃないですか。一、はい、つはものすごいもう立派な広くっていいんだけれど、もう一つの方はいかにもちょっと作りましたねみたいな露天風呂だったりとかすると、はいはい、そうすると、 僕なんか見てたら一番いい時間は男性になってるわけ方が。で悪い女性と入れ替わるのは要するに食事を食べた後ととかあれ多分男の人のお酒飲むからっていうこととかいろいろあると思うんだけど理由は。私はさ社員旅行で男性がブワーって行くみたいなカルチャーがあったからだからああいうの見てるともっとこうんて言うの女性に対してホスピタリティがあった方がいいなと思う時もあるし最近なんかは婚浴でも例えばあのこうあの 普通はタオルとか巻いて入るのは良くないですよって言うじゃないですか。はい、でも、その弱み,弱み、うん、うん、なんか貸してくれて、その、なんていうのその混浴になってるところもあるし、うん、僕が大好きな温泉宿で、福島の、のある温泉宿なんだけど、そこはね、本当に広い、もう顔じゃ、これ顔じゃないですかっていうくらいの露天風呂があるんですよ。うん、で、そこってものすごい真っ白に白濁してるわけ。はい。だから、入っちゃえば女性も男性も見えない全然。うん、で、 入り口が違うんですよ。男性と女性の、あの、入り口が。はい、途中までは男性と女性が分かれてるんだけど、うん、一番奥のところは混浴になってるわけ。はい、で、別に嫌じゃない人たちは、夫婦で来て、その一番奥まで行っちゃえば、もう見えないから、その全然別に混浴でも構いませんっていうふうに、うようなところもあるわけですよ。そうすると、<ー>ああ、よく考えてるなぁと思うじゃないですか。だから、温泉旅行に、 まあ、例えば男と女っていう、その、パートナーとして行った場合って、はい、一つの、あの、なんか悩みをとって、別に、エッチなことするわけじゃないけど、その、温泉入ってる間、一緒にいられる、なくなるわけじゃない。はい、それって夫婦なんかだったら嫌だなっていうような人たちは、そういうふうにしてくれると、結構嬉しいよね。よねただ、うん、今おっしゃった、その、一人の、人と言っても一人の時間があるっていうのも、うん、私、温泉旅館の良さの一つだなって結構思ってて。そしたら貸し切り風呂に借りればいいじゃない。 貸 <laughs> 切風呂。<laughs> <か>別に貸切風呂ってカップルで入るためにあるわけじゃないですか <laughs> そでその選択肢があることもまた、この日本の温泉旅館の魅力の一つなのかなとも思うんですけど、うんえー、どうですか<の>どういう時に日本、あの、温泉行きたいなとか。うん、私はね、先々週くらいに行ったんですけども、はい、もう本当に3ヶ月くらい前に一番安い日で予約入れました。んなんか結構内風呂がある、ちょっとこう、お値段も高めのところに行って、 行こうとしてて、で、はい、それでもう高いから本当に最安値の日に目がけて、まあ年末特に疲れたまってるなっていうタイミングで撮りました。あの、うん、先週もねちょっと伺ってたんですけど、うん、ジャランの人気温泉地ランキング最新版やっぱり1位は山内さんも言ってらっしゃった箱根なんですよ。はい。で、あのねガラスの森美術館のコ、うんはい、ラムで教えていただきましたけど、で2位が草津、3位が上別、4位が道後温泉。 5位が別府っていう感じなんですけれども、まあ、青木さんはね、全部よくご存知だと思うんですけれども、うんうん、何を求めて温泉に行ってらっしゃって、温泉に行って何を得てくるんですか その時によるよね。だからその時の気分と状況にもよる。まあ、もともと僕は温泉好きなので、好き、あの、暇さえあれば、出張でどっか行きますって言ったら、必ずそこの近くの温泉を見つけて、一泊しようって、こう、企むくらいだから、温泉は常に入りたいなとは思ってる。まあ、だから。若い時からでしたっけ。若い時から。僕だって。いつぐらいの時からですか僕は話さなかったから西川さんに。あのね、僕ね、あの、生まれたのは僕は今、長野県の小室っていうところなんだけど、はい、父親が教師だったんですよ。はい、でね、 小さい頃ね、諏訪っていうところに住んでたわけ。うんうん、で、あの、長野県の諏訪っていうところも温泉の名所で、あそこはすごい面白くって、その、地域の住民が共同で管理している温泉があるんですよ。うんうん、で、例えば、500円とか1000円とかみんなお金出し合ったりとかして、たまにみんなで一緒に掃除したりとかするっていうのをしていれば、24時間いつでも入れるっていう小さな温泉があるわけ。で、俺その子供の頃、だから、 母親に、ご飯用意する前、だから午後、昼過ぎくらいに母親と一緒に温泉,の温泉に連れてかれて、で、出るじゃない。で、父親が帰ってくるでしょで、父親が飯を食う前に温泉に行くじゃない。その時も俺連れてかれて入ってて、1日2回ぐらい温泉に入ってたわけ。子供の時子供の時から。あ、それはすごい好きだわ。詰めんで込んでる。<laughs> だから、 その、ほん、本当にだから温泉っていろんな温泉があるので、例えばだからね、さっき言ったみたいに、その一、一軒宿の、本当にそこに行ったらもうその温泉しかないよねっていうところもあれば、うん、草津みたいなところもあるし、例えば箱根なんてだってこれ多分なぜ、なぜこれが人気一番かって言ったら、これはもう全くわかりやすくて、首都圏から、 一番近いからですよ。うん、まあもちろん箱根の温泉っていろんな温泉があっていいところなんだけど、だけど、まあ、そういう意味で言うと草津なんかちょっと遠いしね、上、うん、り別なんかは本当にお湯もいいし。ここら辺全然有名だけど行ったことない。3位が上り別なんですね。だけど、江戸時代からね、その温泉番付ってのがあって、その温泉番付っていうのは東型、西型の横綱、まあ当時横綱がないので大関がトップなんだけど、はあ その東方の大関は必ず一位は大体草津だよね。うん、で、西の大関は大体有馬だよね。うん、あの神戸の有馬。ちなみに、性質どんなのが好きですか。いや、どんなのが好きってない、それはまたいろいろいいわ、いいわけです。いろいろあるわけですよ。よ洋がい好きとか、アルカリ性が好き。一番 <laughs> とか、順位を本当決めたくないんですね。<laughs> 決めたくない、決めたくない。例えば。うん これは前に、前に喋ったと思うけど、真夏の暑い時にぴったりの温泉もあるわけですよ。ぬるい、ぬるい。ぬるいの、もう本当にその体温と同じくらいの俯瞰温度の温泉なんかに入ると、あれ不思議で、ものすごい暑い、あの、もう暑いあの今日、今年の夏くらい暑い時でも、それに入ると汗がスッと引くわけ。で、そのお湯から一瞬出ると、 ブルって寒くなるわけ。というようなちょうど俯瞰温度の温泉なんかは、これはこれで素晴らしいし、最近行ったのだとさっき言った草津僕、先々週くらい行ったんだけど、この草津も、あそこは強烈な三性線なんだけど、僕が泊まった宿、ちょっと高級な宿泊まったのその時にある、ある理由があって、言わないけど。あの、大丈夫ですかそしたら、その高級の宿泊ってすごいなと思ったのは、あのね、こう、 あの、室内の,その大浴場の風呂と、露天の風呂と、それから、その横にね、小さな一人用の風呂もあるわけ。これがね、全部適用になってんの。えー、で、聞いたら、その高級、複雑の高級宿は、湯盛りその湯の担当だけをする専門の人がいるんだって。あの、混ぜる人。混ぜる人。はいはい、混ぜる人っていうか、ね、その湯の管理だけをしてる人。<laughs> だから、 その、露天の方が冷めやすいわけですよ。はい、あのね、草津の湯ってだいたい高いわけ、温度が。だいたい50度、60度くらいなのね。えー、で、それを水を加えたりとかしたら、もうこれは源泉じゃなくなっちゃうから、えーえー、水入れられないでしょ。<ー>だから、一回保管して、適温に下げて、<ー>で、揉ん,んだりとかして、揉んだりとかして適温に下げて、<laughs> 露天は少し厚めで入れるわけ。なぜなら冷めるから。で、うちはそれよりも冷めにくいから、少しそれよりも低めで入れるわけ。で、一人用の湯船はさらに適温にしてから入れるわけ。これ全部やってるすごい。すごいでしょなりたい湯盛になりたい湯盛になりたい湯盛り大変だからとか、そういうところもあるし、まあ、かと思えば、だからさっき言ったみたいに草津でも、そういうとこ高いじゃないですか。草津でも、素泊まり専門の、あの、本当安いところだったら、まあ、5、6千円くらい 一泊泊まれるから、そこに泊まって、草津なんかだったら、旅行客にも開放されてる共同湯があるので、そういうのをはしごして、 ラーメン食って餃子食ってもいいし。ああ<ー>、だそうだか、カジュアルな楽しみ方もあるわけですね。うん、ううこ,この道後温泉とかも、この一番有名なこの建物の中に温泉があって、うん、別に宿とかではないですよね。これは宿じゃなくて立ち寄りですよね。うん、あの、道後温泉の道後温泉本館っていうのは、うん、の銭湯みたいな感じで。銭湯みたいな形ですよね。うん、だからまあ、宿に泊まれば宿に泊まればいいし、うん、あの安いところに泊まって、このど道後温泉本館なんかで、 温泉入ってもいいし。あ、正岡お記念博物館があるんだ。うん、そう。で、ここらへん、こういう、あの、昔から、もう100年くらい昔からやっている、まあ、公衆浴場みたいなところで、えー、結構別府とかにも結構いろいろありますで、やっぱすごいんですよ。建築としてやっぱり、なんかこう、重厚感があって。ある,あるいっぱいありますよ。うん、あの、それはもう本当に有名な、あの、こう、なんていうの、その建物自体が、 その国の自由をしている文化財になっているような、他の、温泉宿っていのもたくさんあるし、別府なんかに行ったら、本当にね、街中に、こう、なんていうのかな、あの、共同湯があるんですよ。うん、で、 旅行客にも開放しているところもあるので、そういうところに行くと、地元のおじちゃんとかと、こう一緒になって、どっから来たんだいとかって言われて、いや、東京から来たんですよ、とかつっ,って、暑くねえかい、大丈夫かい、なんて言って、雑談したりとかして入ったりとかして、なんと料金は100円をチャリンって入れればいいですよ、っていうようなところもあるし。うん、だから本当に、こう、まあ、ピンから切り、どっちがピンってどっちが切りととないけれど、いろんな楽しみ方がありますよ。じゃあ、そんな、このコーナーの最後にはですね、うん、あの、青木おさんさん、2023年12月25日現在での、<laughs> ベスト、ベスト温泉を教えてください。ベス,ね、ベストとかっていうのは、どこがいいかね。どこがいいかね。でもさっき言ったあの、福島県のあの、高湯温泉ってところにあるその川みたいなところは本当にいいですよ。食事も美味しいし、あの、その、なんていうのかな、こう、本当に川みたいなんだよ。ずーっと川みたいなところに川沿いとかじゃない。川じゃない。 川が温泉になっているところもあります。うん、あの、群馬の奥の方に、尻焼温泉って言うんだけど、その川が上流から適温の水が入ってきて、下からあの、お湯が湧いていて、でその川の一部が、 適温の温泉になっているっていうところもある。ただしそこは、下にね、こう、藻がいっぱい生えていて。<laughs> <laughs> 自然すぎる <laughs>。自然すぎる <laughs>。滑って転んで溺れ死ぬかもしれないっていうのを気をつけなきゃいけないけど、そういう温泉もあるし。え、じゃあ福島県の福島県の高い温泉い。高湯。高湯温泉っていうのは、 白濁してて本当に綺麗な温泉だし、それから。そこがやがて混浴になるところですかやがて混浴。あの、先っぽの方に行くと混浴にもなるところだし、はい、それ以外にも、福島だったら日本松っていうところにだけ温泉っていうのがあって、これは本当にその、こう、暑いけれども、白濁をしてて本当に綺麗な温泉ですよね。あの、あの、うん、で、週に1回だったかな。これね、なんとね、山の奥の方から4キロぐらい源泉から引いてるんですよ。うん で、だからその間に湯が揉まれて柔らかくなっているわけ。<ー>で、ところがその途中の。止まんなくなっちゃうちゃ、やっぱり温泉の話する。途中の4キロぐらいのところに、ずっとこの白い、こう、なんていうの、湯花が溜まっちゃってるわけですよ。ははそれを1週間に1回掃除するわけ。だからその1週間に1度に当たると、その温泉も、ものすごいもう、なにこれ、生クリームですかみたいな温泉になる日があるのそ,その、その日を狙ってきてる人もいるし、うん、僕も狙って行ったことあります<寝る> <laughs> 引き続きリスナーの皆さん、温泉の魅力好きな温泉など温泉にまつわるメッセージをお待ちしています。メールアドレスおいでよ at mark joqr .net です。